試合開始を前にしてスタジアムは大いに盛り上がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。グループステージのこの一戦、サガン鳥栖が FC 東京を相手にします。グループステージを勝ち抜くにはここも大事な一戦になりましたね。白熱した試合を期待しましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。ボールが動いてキックオフ、試合開始です。攻守の切り替えが大事です。ドリブルでボールを前へ、入るか。シュートの当たりが悪かった気がします。菊田明人、狙いすましたスルーパスをカット、危機を出しています。ボール入れば1点リード。素晴らしいタックル、ピンチの芽を摘み取りました。サポーターの一部から不満の声が上がっています。先ほどのプレーに PK の判定が出ませんでしたからね。このパスはカットされました。見事な視野です。高い位置でカットします。シュート、キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。ボールはゴール前へ。ボールはニアポストで相手にカットされました。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。何を狙うのか、ここから狙うのか。狙える位置です。わずかに枠の外でしたね。ボールは相手に渡りました。これは相手にパスしてしまいました。仕掛けてくるのか。悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。パスを出した先は相手の選手。走り込んだ味方にスルーパス。さあどうする。ポストに当たってゴール。
跳ね返った角度が良かったですね。少し外にずれていたら入らなかったんじゃないですか。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。岩下圭介、マーカーを抜いた。あっとこぼれた。高橋秀人、相手ボールになります。ディフェンスが冷静に処理します。ここはよくスペースが見えていました。何をしてくるのか、キャッチできません。ボールがこぼれた。危うい場面をしのぎ切り1点リードを守りました。サポーターの声援にも力が入ってきましたね。内田篤人、ボールを奪われました。相手のマークに合っています。ここからどうするのか。いい位置です。このロブパスはキーパーが処理。チャンスにできるか。打った。ここでゴールです。同点になり試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力白昼ですね。結構な距離を独走してからのフィニッシュ。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。違うアングルから見てみましょう。ここはドリブルで前に出ます。ここは庭のクリア。菊田明人、素晴らしいボールです。もう一押しというところでした。宮ポストにクロスを入れた。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。前に入ってきました。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。イエローカードが出されます。イエローですか。監督の表情も険しいでしょう。できればカードをもらわずにプレーしてほしいでしょうね。滑って取りに行く。ここから狙うのか。思いっきりよく飛び出して見事にセーブ。止めています。タイミングがバッチリでしたね。金森武史、ボールを奪った。いいタックルでした。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対1。ゲームさあ後半です。ここまではどちらも譲らない試合展開でした。判定はフリーキックです。岩下圭介、さあどうする。オフサイドの判定でプレーが止まります。
三つ丸ひろむ、イサック・クエンカー、菊田明人、サガン鳥栖のうまい、いいところを見ていました。面白い状況でしたが、ここまで切り込む、ナイスディフェンスです。前半はこの選手の活躍が目立ちました。何かしてきそうですが、これはあるぞ。ピンチが続きます。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中し、リードを守りきりたいでしょう。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。今のところポゼッションはサガン鳥栖が上回っています。ただ決定機にまで持ち込めていないんですよね。時間が過ぎていくほど苦しくなるので、もっと積極的にゴールを狙っていった方がいいんじゃないでしょうか。試合前にニュースがありましたが、チェルシーがチャンスだ。金森武史、これを止める。なんという反応でしょう。素晴らしいセーブでした。タッチラインを割りました。スローインです。イサック・クエンカ、何をしてくるのか。素晴らしい読みでインターセプトしました。低い位置でボールを受けました。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。インターセプトでチームを救いました。狙える位置です。ドリブルで相手を揺さぶります。ボックス内へ入れてきた。イサック・クエンカ、うまく読んでいましたね。ボールがこぼれました。イサック・クエンカ、イサック・クエンカ、ここでゴールです。同点になり、試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力白昼ですね。一人で持ち込んだ上でのフィニッシュです。かなりの距離を走っていますね。ディフェンス側は何をしていたんでしょうか。違うアングルから見てみましょう。さあ、フレッシュな選手が入ります。試合は振り出しに戻りました。ボールは相手に渡ります。イサック・クエンカ、いい位置です。チャンス、素晴らしいスキルで抜いてきます。入った。立て続けの得点、完全に相手を突き放しました。これはうまくシュートを打ちました。この角度からも見ましょう。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。大幅な変更は吉と出るか凶と出るのでしょうか。 FC 東京が攻める。これは見事に奪いました。相手陣内に押し込んでのスローインになります。
ディフェンスが奪い返します。ここから狙うのか、枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。ここでボールを失います。さあここでプレスを受ける、主審がフリーキックを与えます。ここはインターセプト、しっかり予測していました。パスを出した先は相手の選手、福西さん、残り時間が少なくなっていく中、チームは相手をリードする展開が続いていますね。はい、あとはこのリードを守ればいいだけですが、集中力が切れやすい時間帯でもあるんですよね。まあ今日のサガン鳥栖の選手たちならそんな心配はいらないかもしれませんが、何を狙うのか、とどめの一撃か、これは入りません。チャンスを逃してしまいました。焦りが出たんでしょうか。残り時間もないので落ち着いて決めておきたかったですね。仕掛けてくるのか、ボールを失いました。このまま終わってしまうのでしょうか。いいスペースにロブを出しました。何かしてきそうですが、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。あまり強いシュートではありません。楽々セーブしました。自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そう、見事なスルーパス、素晴らしい読みでインターセプトしました。どうやらサイドをつけそうです。マイナスに決まった、ゴール決まって同点、同点です。ついに同点です。なんとか追いつきましたね。まさにハラハラドキドキの展開です。最後まで目が離せません。試合は振り出しに戻りました。試合終了の笛が鳴りました。グループステージのこの一戦は互いに勝ち点1を分け合っています。今日は勝ち点1を得たと捉えるか、勝ち点2を失ったと見るかはチームの状況によって異なるでしょう。これだけの接戦ですから、もう少し時間があれば違う結果になっていたかもしれませんね。